5時40分です。眠い。よく起きたな。昨日1時ぐらいだから寝たの。まあね、昨日は遊んでたからね。そんなに体はきつくないです。眠い。一昨日の編集が全く手をつけてないんで、今から一から作ります。8時9時までに作れるでしょう、きっと。終了。あとは書き出しとアップですね。書き出してる間寝ようかな。これ食べよう。昨日休んだんで、クエストが今日と明日で45を、まあ、取れたらって感じで狙います。普通になるようだったら、まあ、今日20から25の間をできるだけ取って。チャンネル登録よろしく。まあ、22、3以上は取りたいな。なるようだったって感じですね。で、今週は、まあ、8万から9万ぐらいを目指すって感じですね。1万円もうすでに先々週かなんかのプロモーションでプラスになってるんで、まあ、今日明日で 2、3万稼いで、まあ、9万前後で着地できたらなって感じですね、今週は。まあ、今日は明日天気良さそうだからね、撮れる時に撮っときたいね。ね、母親もね、ちょっと昨日調子良くなったらしいんだけど、今日もとりあえず治療にね行きたいってことで、今から連れて行きます。ってことで、ウーバーホンできるの10時過ぎかな。まあしゃあね。今8時40分ですね。こっから1時間待ち。昨日の動画でも作るかな。
マジか。ここに着くまでになると思ってたのにな。ならなかったな。たまにならない土日ってあるんだよね。まあ今日がどうかは分かんないけど、まだ始まったばっかだから。編集でもしますか。あー、やっとなったわ。今10時40分過ぎ。ロッテリアのプレナから幕張後2キロちょっとの400円ちょっとかな。まあいいや、とりあえずいける。こんな調子で23近くまでいけるかね。まあ10時までやりゃいけるか。さあ今日も頑張りましょう。お疲れ様です。ウーバーイーツです。マジか。一回習志野方面が鳴っただけで後がなんない。もう11時過ぎてるけど微妙。今日参ったね、この奈良が。さ、セブンイレブンの新しい明太子のやつ全然美味しくないこれ。なりました2軒目。マックのテクノガーデンから若葉。次ジュズって3軒目がドトールから幕張1。お疲れ様です。ウーバーイーツです。4軒目スキヤから若葉。いや今日めっちゃ配達員いるな。めっちゃすれ違うわ。配達員だらけ。それは何も良くないわな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。5軒目増田屋から幕張5。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、次が6軒目かな。スシローから何は。お疲れ様です。ウーバーイーツです。今店員さんに説明してもらったんだけど、ウーバーイーツの受け取りボックスが、お客さん用のね受け取りボックスがウーバーイーツも使えるようになったって。覚えとこう。7軒目8軒目で幕張のローソンの南から 4.4 キロダブル。お疲れ様です。ウーバーイーツです。1軒目がまず幕張後か。歩行者いるから止まって待ってたら、後ろから来た稲毛教習所のバスが俺を避けて追い抜いてった。ゾッとするマジで。教習所のバスがそうですか。頭おかしいんじゃないの本当。9軒目ナックのテクノガーデンから打たせ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。10軒目スタバのワールドビジネスガーデンから打たせ。
疲れ様です。ウーバーイーツです。11軒目、ローソンの磯部から打たせ。お疲れ様です。ウーバーイーツです。マンションで何棟の何号室か書いてないパターンだね。一応ピンが刺さってる棟なのかもしれないけど、大体何号室とか書いてない人はそのピンの位置すらも違うって感じが多いのかな。打たせの場合ね、一つの区画の住所で建物が4個とか5個とかあったりするから、もしかしたらずれてるかもしれない。最近は書いて消えちゃってるってパターンはなくなったのかな。一時期あったけどね、建物名とか部屋番号消えちゃうバグが。近くまで来たけど連絡はない。電話しますか。めんどくさいし無駄な時間だ。部屋番号、電話も出ないので10分待機。もう連絡なし、そして電話かけても出ない。もうていうか今気づいた、ツイッター見せたら今日の夕方から雨っぽい。ダメじゃん、もうクエスト40が諦めよう。なんか気が楽になったわ。やれるだけやって終わりにしよう。久しぶりに10分待機して10分廃棄だ。うんともすんとも言わなかったね。まあとりあえずもう次の10分出てるから行きます。ローソンの廃棄は菓子パンが5個ぐらいです。なんか食いてえな、もっといいもの。何食おうかな今日昼は。てか菓子パン5個どうしよう。まあ朝飯でも食うか、明日とかで。一応予報だと5時からラーメンなんで、で今2時半ぐらいなんだけど、飯食おうかな。ちょっと5時まで我慢するのつらいな。3時半再開。13軒目キムカツから幕張行こう。
お疲れ様です、ウーバーイーツです。14軒目、ケンタッキーからマサゴの後、もうなんか降ってきそうだな、暗くなってきて。30とかやりたくないからね。でもやりたくなっちゃうんだよね。明日を20ぐらいですっきり終わらすために、今日はもうこれぐらいで終わりにしよっか。まあもちろんその分稼げなくはなるんだけど、でもいいでしょう、メリハリをね。遊ぶ時間じゃないな。ね、部屋をきれいにするの。もう服でごちゃごちゃだから、キャンプ道具と部屋を、荷物だらけなんだから。もう分かった。何、ラグと遊ぶ時間じゃないの。綺麗になった。めっちゃ綺麗になったぜ。まあそれでもまだ荷物だらけだけどな。まあだいぶ綺麗になった。足の踏み場があるもんね。これで北海道旅行行きます。これも綺麗にしないと。うわすごい、雨降ってきて雷がすごい。うわすごい、めっちゃすごいやん雷。いやー、雨と雷がすごいね、ほんと。編集もね、もう昨日のできて、この後上げるだけって感じになってますね。ああ、素晴らしい。日付があるからすぐ食べなくていいんだけど、今日のローソンの廃棄、まあとりあえずこれ食べてまたお腹減ったら最後ラーメン食おうか。あとでパンばっか夜は食えないな。10時か。
もすることなくなった。久しぶりだな。まあ今日の動画を作ればいいっちゃいいんだけど、そんな動画ばっか作ってばっかいるのもな、疲れちゃうしな、目が。